この度消費安全局長賞をいただきまして誠にありがとうございます。私は地域の子どもたちに市内で栽培された農産物を食べていただき、農業の魅力を知っていただき、安心安全な学校給食への野菜の供給や農業体験などを行っております。人参の収穫体験を通じて、人参の嫌いな子どもが人参を食べられるようになった、そんな話も聞いております。また枝豆の収穫を行い、取れたての枝豆の甘さを驚いたり、そんな言葉を聞くと大変嬉しく思っております。そして2017年には協議会を設立し、行政や JA とともに協力して体験を作り、より活発な幅広い職域活動をできるようになりました。その一つの君津市に古くから伝わる在来種小糸在来を用いた職能教育です。毎年川崎中学校の生徒120名に枝豆の座学実習、味噌作りなどを行う職能体験を実施しています。今後も子どもたちの農業体験、また君津市の魅力を県内外に農業を通じて発信していきたいと思います。本日はありがとうございました。